ました。よく始めました。おお、コクッパ行くと思ったでしょ。ロリコンちゃん、松尾田です。ジャッシュは二階堂です。 MK カイロプラクティック店長の高橋です。どうぞよろしくお願いします。噂の神奈のサーカスです。お願いします。王子ですかね。今日は同伴です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いるだけ、いるだけ。今日サーカス先生、どうぞ。よく始めました。高橋です。どうぞよろしくお願いします。見ましたよ、ストーリーズかなんかでやってましたね、大車輪ってね。え、あ、それ、あ、僕見ましたけど。あ、噂には聞いてました。そうですね、あらら、なんかこうちょっと、なんかありましたね。なんかやってたんですか。なんかやってましたよね。くる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 回ってね。くるくる回って、ね、どういうやつ、どんなやったっけ。いや、違う、あ、僕の、あ、そうです、僕のリール。そうです、僕が自分で勝手にやってはいないです。そうですよね。そうですよね。いや、どうやったら覚えてます。悪いんでしょ、体、先生。ああ、いや、僕はあんまり悪い自覚はない。みんなそういうんですよ。施術者は体が悪いっていうのを僕さんざん見てきましたから。施術者で体が正常だった人いないです。初めてですか、こういうあらわにされるのは。あらわにされると、はい、あらわになるのは。そうです、初めてですね。ええ、はい。自覚としても特にどっか痛いとかってのはあんまりない。でも最近、でも腰が痛い。あるんや。ある。結局あるんや。困ることでもない。ああ、なるほどなるほど。結局あるんです。そして二人ともそこそこ声が小さいからね。ああ、すいません。すいません。誰に言ったんですか。店員さん呼ぶやつや。ああ、そうそう。そうそう。飲食店行ってピンポンない時のやつ。そう。なかなか来ないときに。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。行ってみよう。松尾田道中記。あ、どうぞ来てください。ピンポンでのが似合う質感が少ないって確かに。首の方にかなり反応が出てしまってるんですね。これ見やすくするとこういう形になりますね。なんかあれですね、でたらめ悪いっていう感じでもないですね、見た目は。見た目はですね、まあ、でも首のとこすごいですね。そうですね、あれなんてやっぱ首の方がやっぱ左右差強いなっていう。へえ、また人に大車輪商売やない。えらいことになってますよ。そうですね。ちなみにこっち側の方で見て、あー、なるほど。大体大車輪って何なんですか。勝手に名前つけてから。しよるパイやないとか言ってから。あ、綺麗なんじゃないですか。で、一見見えるんですけど、やっぱ首の付け根のところで一気にこうぐわっとこう温度が低くなっちゃってるんですよ。これで見た時に、そうか、普通まっすぐなんですね。ある程度そう膨らんでなきゃいけないんだけど、ここで一気にこう詰まっちゃってるから、まあ、あの上の方をもとにこのここでちょっとせき止めちゃって流れ悪くしちゃってるんじゃないかなっていう。てかまあ。基本施術者ってこう首垂らしてこうするから、この辺によろしくないですよね。アメリカさんチェックで。この絵いいね、この絵いいね、この2人の絵。やっぱねじれてますよね、これね。本当だ、曲がってますね。結構曲がってますね。結構ねじれてるっすね、この。この部分も。結構ずれてますね。あ、それと、もう、こう、手の位置がこう。あ、本当だ。親指の位置が全然違います。なるほど。ねじれてますね。さあ、ちょっとまずは緩めていきましょう。松尾田道中記。痛がるんでしょうかね。痛くはないのかな。なんか、あまり感情出さない感じですよね、キャラ的にね。そうなんですか。でもこれあれですよ、この後の足つぼで反撃されますから。あ、それを考えないと。そうですね。先に倒してしまえばいいの。もう全くですよ、もう全くびくともしないですけど。いや、もう本当すごい。いや、感情表に出さなすぎるんですよね、王子といい、木下くんといい。木下くん、そうか、すいません。すごい痛いです。ちょっと喋ってる。よっぽどよっぽどでしょ、今の。ちょっと、よっぽど痛かった。多分、ご自身が声が小さいのが分かってて、ちょっと顔を横向けて喋りました。いや、喋りましたね。こっち向けましたね。
横見たキッチンペーパーがこっちにずれてる。すいません。松尾田道中記。あ、なんか声が出始めた。反撃が待ってると思ってちょっと怖いですけれども、やっぱあれですね、鍼灸師さんとか整体師さんって体は悪いですね。悪いですね。やっぱ自分のあんまやらないからですかね。そりゃそうですよね。うん、彼の場合あんまセルフケアしないんですよ。お患者さんには結構厳しくあれどっかで聞いたことあるの。それお前やないか。お前や。人には厳しく言うけど自分できてないってよくあれ。気持ちわかるぜ。僕もちょっとわかるんですけどね。松尾田道中記。腰はなんかさすがに自覚があるなきゃって、やっぱ固まってらっしゃるんですけど、すっげえ声ちっちゃい。ああ、はい。自覚があるだけあって腰もだいぶ固まっていらっしゃいますけどもっていう話をちょっと今しました。山手線みたいな。佐川先生、これズボン自前ですか。あ、そうです。ベルトつけないんですね。あ、これ紐がついてそれでいいかなと思って。あ、紐がついてるんですね。はい。僕もベルトつけないですもんね。あ、ノーベル派。急に来た。そんな初めて見たぞ。そんな反応するんすか。お話のしましたダメかな。静かに続けてただけなんですけど、ね、はい、感情初めてだ。それちょっと面白いね。すいませんね、ほんとね。腕がね、あのね、殿様バッタみたいな。腕高いですよ。確かにこの美女系のところですよ。本ポジションなんですね、そこがね、やっぱ。手はね。痛いんだね。痛い時はホッパーになるね。いじられすぎやろ。色合いは仮面ライダーゼロワンやし。いや本当。いや本当よ。ライジングコッパや。コッパ上げて。あ、なるほど。そう考えるとね、ライジングコッパで合ってますよね。高橋ブレイクショットあれ。そうですね。ゼロワンの。そうですね。ライジングインパクトも。そうですね。本当ね。佐藤先生、今は気分が悪かったりとか。大丈夫です。いいキャラしてますよね、ほんと2人ともね、ほんと。いいなぁ。いやいいですね、そんなね、うん。人気者でしょう。ね、ね。人気者でしょう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もう新店長歩けんでしょ、人気すぎて。新店長なんで新店長なんで新店長限定。いいですよね、なんか高橋店長もサーカス先生もマスコット的な感じですよね。なんかこう上手に調理していただいて本当ありがたいですね。そうですよね。あ、はい、あります。松尾田道中記。そういえば高橋店長ってどこですか、出身。鹿児島です。あ、鹿児島か。あ、そっか、そうでしたね。鹿児島です。金谷です。金谷です。そうです。そっちは痛くないですね。それ大丈夫です。うん、佐川先生東京にいたのね。そうだ、ドイツにいて、ボンですよね。ボン。え、ドイツ、ドイツのボンにいたって言って。あ、そうなんですか。ね、何してたんですか、ドイツ。ハリボ食ってたって言ってました。え、何してたんですか、ドイツ。旅行とか、ね、あ、旅行で、旅行で行ってただけの話。旅行に行ってて住む、いや、住んでたんでしょ、だって。そう、住んでました。いやいや、旅行じゃないよ。それは旅行とは言わないですよ。引っ越しです、それ。旅行です。何なんですか、そのむちゃくちゃな回答。ドイツを起点に旅行したら。ああ、そういうこと。ヨーロッパを回りたくて。え、それどんくらい前ですか。10年前。どんくらい住んでたんですか。1年ぐらい。あ、そこそこ。住んでたらもうあれでしょ、ドイツ弁ペラペラでしょ。おお。え、喋れます。日常会話ぐらい。すげえ、マジ。かっこいい。 We get this いいね。アイネクライネナハトムジークとか。ちょっとごめん、笑って終わった。なんでドイツなんでしょうね。なぜドイツにしたんですか。サッカーのトレーナーをやりたかったの。あー、なるほど。
あとはまあ医療といえばドイツみたいな。あ、そうか、そうか、なるほど、そうか、そうですね、医療はそうですね。天ぷらカルテヒュースケンか、うん、そう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 、カルテ書くときはやっぱドイツ語で書きますね。そうですね、ドクターグリップでね。ドクターグリップで書くの？だいたいドクターグリップで書くんじゃないの？今違うの？お医者さん。ヒュースケンはドイツ人じゃないです、ね、ちなみに。しかも天ぷらはポルトガルですね。いろいろ混ざってますから。へぇー。松尾道中記。軽く顎を下の方に引いてください。そうそう、ああ、そんなに落ちます。今のがドイツ式です。あ、ドイツ式、なるほど、なるほど、なるほど。軽く顎を下の方に引いてください。そうそう、これで立ち上がりましょう。どうですか、だから腰は伸びてくれて、肩の高さはさっきよりも育ってくれるんですよ。さっきよりもだいぶこう傾きは減りましたね。あともうちょっとやっぱこのねじれきったぐらい結構こうずれたもんね。いや、そう思いました。よかったね。あれ、もうちょいためになったね。坂先生負けないで頑張って、坂先生。息吸って、はい、どうなんですか。最後のやつ何なんだろう。そいつもね、デフォンかかみたいな笑い方しますよね。胸を大きく反らして後ろの方に寄りかかって、ちょっと前に丸くなって、脇をギューッと締めていって、脇をギューッと骨を下ろして、はい、いや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 、何だろう。 OK です、これで。ああ、はい、じゃあ手を下ろします。大きく吸って吐いて。高橋ブレイクショット。だらな、力を抜いて、おお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 お。はい、これで立ち上がりましょう。これで伸ばしやすくなってくれるんですよね。腕は結構痛いかもです。あ、それ痛くないんですね。いや、痛い痛い。地味地味な感じで止めてる。上がりづらかった。はい、大丈夫です。サウナ先生、髪の量多いっすよね。そうなんですよ。でもいつも臨床中、寝癖で出勤するんですよ。朝は。だから、10分カット行っても10分で終わんないっすよ。髪の量多いから。クリームですよ。いや、ちょっと迷惑かけてるなと思って。いつも無造作ヘアなのかなと思ったら、無造作ヘアも久しぶりに聞きましたけど、ね、確かに。なんかヨーヨー見るとやっぱ寝癖なんですよ。そうですね、似てますよね。二人が。属性という。そうですね。多分人間を5つぐらいのバリエーションに分けたら多分同じところに、あ、同じカテゴリーに入りますよね。ドラクエチェンジ。5つの種族にしてた。そういうことになるので、よろしくお願いします。お願いします。いや、何の挨拶。いい感じですね。青向けになっちゃった。いきます、いきます。息を吸って吐いて。高橋水星拳スタート。
はい、そこで頭はい、はまってしまったよ。いやー、多分これ、マルクリーゼアのキャスターだと思います。はい。あれ、それ見たことある、その動き。なんかその動き見たことある。結構真っ赤ですね、顔ね。血流良くなったんでしょうね。めぐりだいぶ良くなったと思いますけどね。何コメントですよ。いや、びっくりすること何コメントですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした？いや、かなりすっきりしました。あ、よかったっす。なんかこういうボキボキ受けたいんですけど、なかなかこう、いけるところがなくてというか。あ、なるほど。怖い、なんか、知ってる分怖いところがあったんで、ずっと受けたいなと思ってたので。念願の清掃系とか。そうなんですよね。行きたいっておっしゃってたっていうことですもんね、確か。そうですね。そうそうそう。はい。ちなみにファンクラブわけですからね。王子がうちのファンクラブ会員。はい、会員ナンバー何番ですか。会員ナンバー4番です。早くないですか。4番。4番。それはすごい。実は早かった。何番だっけ。僕1番です。僕1番です。4番って結構早いですね。4番すごいですね。セミナーで勉強しながら入会登録する。そうか、あの時やったか。そうそうそう。で、チョコリがね、早いやつがいいって言っててね、こいつは登壇して喋りよったから。そう、しばらく後になった。しばらく後になった。え、20番です。ああ。ひどい。ということで、ファンクラブ特典みたいな感じで、まあ、来てもらってますけど、なかなかね、いいところがないとかって結構ありますよね、そういうなんか。ありますね、こっち系はね。そう、本当にだって分かんないとね、その危険性も体のこと分かってる分、やっぱ怖いですよね、飛び込みで行くっていうのも。そうですね、確かに。あ、僕のターン。出た。それで合ってます、それで合ってます。怖い、怖いです。怖いです。そうですね。松尾道中記。え、動画を見たで初見料が無料になる。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、それは嬉しい。あ、そしてなんですか。あ、いや、なんでもないです。そうです。あんたの仕事やで。はい。初見料2000円サービスしていただけますので、成立料の5500円のみで、はい、使用させていただきますので。初めての方、来やすいですよと。はい。ということです。ただ事前に予約をね、はい、しっかりしていただいて、はい、大体空いてない、ガチガチに埋まってるんで、ありがとうございます。この日行けますかみたいなね、感じでよろしくお願いします。聞いていただけるとありがたいです。はい、カンナさんのチャンネルも、はい、MK さんのチャンネルも、はい、説明欄に貼っておきますんで、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと出張的なね、感じでね。こグッバイ行くと思ったでしょ。違いますよ。分かってるでしょ、今まで散々。いや先生、もうさすがにちょっと耐えらんない。はい、あ、一発一発やってくれるでしょ、ちゃんと宿題ね。お願いします。宿題、あ、そうそうっすね。ど忘れ、ど忘れしました。すみません。いや、まあ、ど忘れならしょうがない。いや、しょうがないんですよ。それ許すんやね。次回お願いしますよ。誰にでもあるから、ど忘れは。あら、すみません。だんだんやっぱもう演技派になってきた。だんだんちょっと動画慣れしてきたから。僕の世代、現代人はみんな僕の世代、首肩腰が悪い僕の世代、高橋ブレイクショットで僕の世代、今こそ改善。すいません、大車輪の方でしとってください。あ、オッケーオッケーオッケー。撮りますよ。そう、あれだね。すぐできるに。顔顔顔。オッケー。あ、バッチリ。上向き。上向か。もう一回、もう一回。顔。お前、嘘したんか。